こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書科学と市民の解説をやっていきたいと思います。市民は科学に何を求めているのか、それは役に立つということは求めてないんじゃないだろうか、こういうふうに筆者の池内悟さんは主張しています。役に立つ、そんなものを科学に求めているのは国力を増したい国家とかお金を儲けたい産業、そういった組織に属している人々は確かに科学を使って人儲けしたい、他の国々よりも有利に立ちたい、そういうふうに思っているかもしれないけど、私たち一般市民にとって重要なことはそういったことではない。それよりも科学の発見が私たちをワクワクさせてくれること、そのことが大切なんではないだろうか。そして実は科学とはもともとそういった存在だった。それは一体どういうことなのか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。科学はかつて文化に属していたけど、現在では文明に関わるようになった。これはどういうことか。文化というのは人の精神活動の所産、人の考えが生み出すもの、人の精神に影響を与えるもの、例えば芸術とか哲学とか宗教といったもの、人々はそういったものを精神活動によって生み出し、これまで人々の心を豊かにしてきた。で、科学も実は19世紀半ばまでこの文化にしっかりと属していた。科学は自然哲学として考えられ、自然が投げかける疑問に対してそれに答えるために、その謎に挑戦するために人々は様々な精神活動を繰り広げてきたっていうわけ。ところが20世紀に入って現代に至るまで、人々は科学をあまり文化とは考えないようになってきた。科学は芸術とか哲学とか宗教とは違うもの、そういった形がないような何かではなく、しっかりとした物質的なものを生み出してくれる何かだ。つまり私たちの文明を築く土台だ、こういうふうに考え始めたっていうこと。そう、文明というのは人々の物質的所産、高層ビルとか飛行機とか、そういった人々の現在の文明を支えるものが科学だ、こういうふうに考えられるようになったっていうわけ。そう、もともと文化に属していた科学は制度化、軍事化、技術化、そして商業化を経て変容、変わってしまったの。科学や科学技術を望む方向に発展させるために政治的な支援を含む様々な制度化がなされた。また科学の力を使っていろいろな兵器も生み出される。軍事化という方向にも科学は発展してきた。また科学といえば科学技術、テクノロジー、私たちの実際の生活を便利にするために物を作ったりサービスを生み出したりする、そういった技術化も進んでいった。そして今や科学は儲かるもの、お金儲けができる存在となっていった。みんなの身の回りのもの、冷蔵庫にしても車にしてもスマホにしても科学の力なしに生み出すことはできなかった。そしてそこからはたくさんの会社が生まれて世の中は経済的に豊かになっていった。そういった商業化を通じて科学は文化としての科学ではなく文明としての科学に変わっていったっていうこと。もちろんそのおかげで私たちの生活が物質的に豊かになった、便利になった、こういったメリットはあったんだけど、そこでは同時に元々の科学が持っていた良い面も失われてしまった。以前は好奇心の赴くままこの世界や自然を自由に探求していってたのに、現在は国家や産業が課す限界、この研究はやっていい、この研究はやる必要がないという限界や、言葉を変えればこちらの研究を頑張ってくださいという期待、それに応えなければならない状況に追い込まれてしまって、以前のように自由に好奇心を赴くまま謎解きをしたり研究を楽しむことができなくなってしまっている。現代の科学は国家によって大きな支援を受けている。まあ言ってみたら国家がスポンサーについているんだから、お金を出してもらっている国家の言うことを聞かないわけにはいかないよね。国家が自分たちに何を求めているのか、どんな研究をしてほしいと思っているのか、そういった事情を汲み取っていくようになる。そうして科学は軍事体制に取り込まれることにもなった。そうした中で飛行機やインターネットが開発されていたっていう歴史がある。で、当然科学は国家からも、そして企業からも
みんなの生活に実際に役立つこと、平たく言えば経済的メリットがあってお金儲けができるもの、そういったものの研究開発を奨励されるようになった。それによって科学は以前ならできていた。人をワクワクさせるような、人の好奇心を満たすような、そういった自然の謎を解いたり、私たちの世界を見つめ直すような研究ができなくなってしまった。で、それではいけない。こういうふうに筆者の池内悟さんは考えている。ここで科学は初心に帰って、かつての文化に属していたような科学に戻るべきだ。科学は再び文化のみに寄与する、貢献する。そんな営みを取り戻すべきだ。こういうふうに主張している。例えばピカソの絵、あれは文化、芸術だよね。で、その絵というのは何かみんなの役に立つかな？いや、なければないで構わないような。でもそこにそれがあれば楽しいと感じることができるような何かだよね。そういった私たちの精神を豊かにしてくれるもの、それが文化だから、科学はもう一度そういった存在に戻るべきだ。なぜなら今私たちが求めているのは物質的な豊かさではなく精神的な豊かさだから、こういうわけだね。私たちの身の回りには物が溢れている。でもそれで精神的に満足しているという人は少ない。私たち人間は物の豊かさだけではない、文化的な豊かさ、精神的な豊かさも必要としている。そういったものがなければ何か心の空白を感じてしまう。だから現代において科学は以前の科学に戻って世の中の役に立とうとするのではなく、無用の用としての科学とならなければならない。世間の役には立たないかもしれないんだけど、でも実は大切な役割を担っている。そういう科学に戻らなければならないと筆者は主張しているの。なぜなら自然と戯れながら、遊びながら自然の偉大さを学び取っていくということは私たちの人生を豊かにする上で非常に大切なことだから。まあとは言ってもね、現代社会というのは経済を中心に動いている。だから科学もそこにしっかりと取り込まれてしまっているから、今さら科学が本来の姿を取り戻そうとしてもそれは簡単なことではない。だって科学が本当に自然の偉大さなんかを研究しだしたら、国家や企業といった存在はすかさずこういうふうに質問するはず。そこからは何が生み出されるんですか？私たちの文明をさらに高度に発展させるものですか？それとも利益を多く生み出すものですか？もしそうじゃないんだったら私たちはそこにお金を払いません。こういうふうになっちゃうから、科学のたくさんの分野はお金なしでその研究を進めていくことができない。だから現代の科学者はセールスマンのようになってしまった。次々と新しい商品を生み出して社会の物質的欲求に応えるだけの存在でね、そういった存在に慣れ親しんでしまって、あたかも自分たちがこの世界を動かしているかのような偉そうに存在に振る舞う科学者すら出てきてしまった。でもね、本当にそれでいいのだろうか。科学にはお金がかかる。だからどんな科学にお金を支払うのか、それは私たち市民が決めることができるんではないだろうか。そうだね、さっきから国家国家というふうに言っているけど、民主主義国家においては主権者は国民、市民社会の支持がそこにあれば科学はそちらの方向に研究を進めていくことができるんではないだろうか。私たちは忘れてしまった科学のもう一つの側面を見つめ直してみる必要がある。それは科学というものがこの世の中を物質的に豊かにしてくれる力を持っているだけではなく、私たちが持っている自然観や世界観を一変させる力を持っているということを。そう、科学はもともと人間の精神活動の所産だった。これにより私たちは世界の見方を大きく変えてきたの。地球を中心として太陽や他の星が回っているという天動説から地動説へと変わった時、人々はどれほどこの世界に対する見方を改めたことだろうか。私たちがそこにお金を投入することによって科学がその見返りに私たちにもたらすもの、それはそういった驚きで十分なんじゃないだろうか。科学とはそういった私たちの概念とか思想をガラッと変える役割を負っているんではないだろうか。もちろんね、そんな大発見がなされるのはたくさんの科学の研究の中でほんの一部かもしれない。でもそのことは私たちがこの世界で生きていくために非常に重要なこと。今必要なのはそんな文化としての科学を私たち市民が理解し、その重要さを他の人に伝えること、科学の生み出す楽しみを市民と共に共有すること、それこそが私たち市民が今望んでいることなんではないだろうか。もうこれ以上私たちの物質的生活を豊かにしなくてもいい。そういった役に立つ科学よりも今市民が望んでいるものは役に立たないけど知的なスリルを味わえる科学、
みんな知的冒険をしたいんだね。だから小惑星探査機ハヤブサがみんなの人気を呼び、日食とか月食、流星群のニュースなんかがあるとみんなそれに注目する。で、他にも10年ほど前に存在が確認された物質に質量を与えるとされる粒子、ヒッグス粒子の発見だってみんな大いに盛り上がっていたけど、こういったものはみんなを物質的には何も豊かにはしない。ただそこに物語があるから私たちは嬉しくなる。科学って言ったってそれを行っているのは科学者、人間だから。そこにはいろんなエピソードがある。成功もあれば失敗もある。そういったものすべてを私たちは物語として受け止めることで、文化としての科学が豊かになっていくのではないだろうか。で、そのことが結果的には市民に勇気や喜びを与えるんではないだろうか。こういうふうに池内悟さんは考えているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。科学への見方が少し変わったんではないでしょうか。私たちの心を豊かにする科学、魅力的だよね。私たちはそういった文化としての科学を忘れてはいけない。そういったことを教えてくれる文章でした。みんなもう一回今回の文章を読み直して、科学とどのように付き合っていくか、市民として科学にはどの方向に発展していってほしいか、そのことについて考え直してみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。